日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日は子供が話し始めるボキャブラリーについて。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。よろしくお願いします。元気ですか？僕は元気ですよ。今日は子供が話し始めるボキャブラリーについて話したいと思います。皆さんは子供がいますか？それとも子供がいないですか？まあ子供がいなくても、例えば兄弟に子供がいるとかね、弟の子供とか妹の子供とか、お兄さんの子供とかお姉さんの子供とかね、あとは友達の子供とかね、友達が子供がいる人なので、まあ子供はね、知ってますよね。皆さん、子供のいない国はないですからね。子供のいない国はすぐになくなりますね。あとは皆さんも子供でしたね。昔は子供だった、ね、僕も、もう結構前ですけど30年以上前ですけど、ね、子供でした、ね。僕にはね、子供がいます、ね、そして子供がいる。僕の子供は4歳です。で、子供は言葉を話し始めますね。で、子供が話し始めるボキャブラリー、どういうものがあると思いますか？やっぱりママですよね。ママ、パパ、ね。あと、これ、これ、どれ、ね、どれ、どこ、ね、ここ、そこ、どこ、どれ、どれが好き、何が好き、どれ食べたい、何食べたい、ね、こういうコミュニケーションに大事なボキャブラリーがやっぱりありますね。そしてその後に泣いたりして、どうしたの、なんで泣いてるの、なぜ、どうしたの、ね、それでお腹が痛いとか、お腹が減ったとか、眠いとか、ね、寝たくないとか、まあそういうふうに感情を表現しますね。皆さんは、日本語を勉強してますね。そして大人です。だけどですね。だけど、子供がどうやって、どういうボキャブラリーを話し始めるか、これを知ることは本当に大事です。ね。やっぱり子供はコミュニケーションを取るために、ね、コミュニケーションのために言葉を話します。皆さんは漢字の勉強ばかりしてないですか？ね。どことか、こことか、あそことか、ちゃんと言えますか？トイレはどこですか？あそこです。どこですか？あそこ。向こうの角。右に回って、右曲がる。ね。そうそうそう、そこ右です。とかね。こうやって、サバイバルジャパニーズね。これ大事ですからね。あとはお腹が痛い。どうしたんですか？お腹が痛いです。何を食べたんですか？ね、実は昨日、ね、何かを食べたとか。やっぱりコミュニケーションを取るため、そのボキャブラリーは本当に大事ですね。必要ですね。なので、子供を見ていると、ああ、こういうボキャブラリーは本当に大事なんだな。子供は一番大事なボキャブラリーから話し始めます。ね。パパとかママとかね。大事じゃないボキャブラリーは話さない。だから、子供を見ていれば、本当にね、そのエッセンシャルボキャブラリーですね。これがわかります。子供が使っている日本語は、すべてエッセンシャル、ね、のボキャブラリーです。子供をチェックしてみてください。ね。それでは皆さん、また。チャオチャオ、アスタルエゴ。またね、またね、またね。